地の旬の情報を伝えるしるみるいわき。今回はいわきの夏を振り返ります。薄磯海水浴場で7年ぶりの海開きを行いました。いわき市内の海開きをここに宣言いたします。かわいいね。薄磯海水浴場は勿来四倉海水浴場に続き震災後3カ所目の開設です。この地域は一番津波被害も大きかったところで、海に対するいろんな複雑な思いあったと思うんですけども、地元の方も薄磯といえば海だということで、海水浴をオープンさせないとですね、やはり薄磯の復興はないだろうということで決断していただきましたので、やはり震災前一番人の入りがあったところがこの薄磯の海水浴場ですので、オープンするということはいわき市の観光交流の人口の拡大にも大きく影響するのかなというふうに思っております。今日ここに来てすごいたくさんの笑顔があって、海がいわきの宝だって言っちゃいけないのかなっていう時期がすごくあったんですけど、ここからまた始められたらいいなって思いました。この夏いわきの海水浴場を訪れた観光客はおよそ4万6000人。今後も海水浴場のにぎわいを取り戻していきます。海開きの他にも夏のいわきはたくさんのイベントで盛り上がりました。平七夕祭りではいわき駅前商店街を中心に340もの笹飾りが展示されました。こちらは特賞に輝いた笹飾り。私たちが作りました。やっぱり震災後余計にもう意地でも作んなきゃって、みんなに来てもらわなきゃっていう思いがありましたから、でやはり皆さんいらっしゃった方は見上げて、わー綺麗ねとか、あまた来年も頑張ってくださいって声聞くと余計に頑張っちゃうんですよね。これだけ商店街にお客さんが集まってきますよね。やっぱり町の活性化、そのためには私たちが頑張らなかったらつまらないなってなってしまったらもうお客さん来ませんので。綺麗ね。皆さん一生懸命やってね、素敵ですよね、やっぱりこういうの作るの大変じゃないですか。そして平七夕祭りの最終日は夏の風物詩いわき踊り。今年はおよそ120チーム6700人が参加しました。一緒に踊りたいくらい楽しかったです。もう勢いがあって嬉しい。元気ないわきよね。いわき踊りはいわき市政施行15周年を記念して昭和56年に制定しました。リズムはジャンガラ念仏踊りから、そして歌詞にはいわきの名所が盛り込まれています。いわきならではのね、このメロディーと、まあ、俺の熱い気持ちがここ一緒になってもう盛り上がってます。これがいわきのいいところです。いわき踊りのいいところです。いわき市は夏のイベントでパワーアップ。これからも明るく元気な街を各地から発信していきます。